ヤソラ。ヤソラ、もともとタンゴは踊るための曲として、いろんな国から移民してきた人たちが、なんですかね、いろんな集まって奏でる一つのダンスが、そういう形で、それがダンス曲として発展してきたんですけども、ヤソラはダンスのための曲ではなく、聴くための演奏するための音楽としてのタンゴ。エレベーターが一番有名な曲ですね。だけどこれはやっぱりすごく踊る人の心を奏でるものがあって、いろんなダンサーの人が踊っています。じゃあ、全国大会2位の中澤さん頑張ってください。大丈夫ですか？もう2、3層いってますか？ちょっと完結気味らしいですけど、銀メダル取ろう。銀メダルでいいのか。メダル、本当銀メダル。いや、メダルは色じゃないですよね、皆さんね。頑張ってる一人一人がすごいじゃないですか。日本が頑張ってみんな素晴らしいの。